ご視聴ありがとうございます。トロピオ大塚です。現在では、ヴィンテージのみに制限カードが対応されていますけれども、黎明期のトーナメントでは、むしろ禁止カードよりも制限カードの方が主流でした。スタンダードにおいては、各種モックスやブラックロータス、アンセスタルリコールなど、強力なパワーナインたちが最初の制限カードとして名を連ねています。しかし、この制限カードの中には、そんな大きなカードパワーを持っていないはずなのに、パワーナインたちと一緒に制限カードになっているカードもあります。というわけで今回は、黎明期になぜか制限カードになっているカード5選、というわけでご紹介していきたいと思います。まず最初に紹介するのはルフ蝶の卵です。ルフ蝶の卵は4703で死亡した時、次の終了ステップに飛行44として生まれ変わるという能力を持っています。当時のクリーチャーのスペックを考えると、4マナで飛行44のポテンシャルを持つことは確かに強そうではありますが、一度03の状態で死亡しなければなりませんし、剣をスキーなどの強力な除去も存在する時代、どう見てもアンセスタルリコールなどに並ぶ制限カードの強さを持っているようには見えません。ルフ蝶の卵が制限カードに指定されたのは、デザイナーの意図とは反する内容に解釈できるテキストが原因でした。書かれているテキストには、If ルフエッグ goes to the graveyard, あ44 red flying creature comes into play on your side at the end of the turn とあります。つまり、まあ日本語に訳すと、ルフ蝶の卵が墓地に置かれた場合、そのターンの終わりにルフ44の赤い飛行クリーチャーがアートの場に出ると読めます。これがどういうことかというと、戦場から墓地だけではなく、手札やライブラリなどあらゆる領域から墓地に落ちた際に44トークンを生み出せるという風に読めてしまうということです。当時はオラクル、公式テキストなどもないので、カードに書かれていることをそのまま行えばそれは適正とされていました。当時は実際にこの使われ方をされ、高校1ターン目に何もせずディスカードの際にルフ蝶の卵を捨てることで1ターン目から44のクリーチャーを生み出すというブレイングがあったそうです。先行でもバザーオブバグダッドを使えば1ターン目から同じことができますね。ルフ蝶の卵はその1ヶ月後にはエラッタテキスト変更が出されることとなり、現在と同じ挙動をするように修正されました。これがマジック最初のエラッタの一つと言われています。続いてはオークの軍旗、4マナのエンチャントで、あなたがコントロールする攻撃しているクリーチャーはプラス1プラス0の修正を受けるというもの。これもそこまで強力には思えない効果ですが、アルファ版ではマナコストにミスがあり、4マナであるはずが2マナのカードとして印刷されていました。これもやはりルフ蝶の卵と同じように、当時はオラクルがないので、カードに書いてある内容をそのままゲームに適用します。ベータ版しか持ってない人は4マナでしか使えないのに、アルファ版を持っていたら、2マナで攻撃クリーチャーがパワーアップする強力なエンチャントに早変わり。不公平すぎる。ただですね、当時十字軍や不吉の月が普通に使えたことを考えると、それでも制限カードになるほどのカードだったのかは疑問に残ります。むしろ元々のカード自体が弱すぎるのでは？続いては不明の卵。不明の卵は4マナで土地が場から墓地に落ちるたびに、そのコントローラーに2点のダメージを与えるというカード。当時の土地破壊カードは陥没光、石の雨がありますが、それらに比べ重いカードなので、あまり噛み合わない部分もあり、制限にするほどのカードとは思えません。一応ハルマゲドンとのコンボが存在し、土地を多く並べるデッキにはこれだけで勝ててしまうこともあります。でもそれってハルマゲドンが強いだけじゃない？ハルマゲドンを制限カードにすべきだったのではと思ってしまいますが、ここでハルマゲドンではなく不明の卵を制限にしたのは正解だったのかもしれません。ハルマゲドンが4枚使えたことで、その後も白ウィニーやアーニーゲドンといった名デッキが生まれたので、この時ハルマゲドンがもし制限になっていたら、そうした歴史は生まれなかったのかもしれません。不明の卵は犠牲になったのだ。ゲドンの犠牲にな。続いてはフェルドンの杖。フェルドンの杖は1マナで、自身の墓地をライブラリに戻すことができる能力を持つアーティファクト。墓地から回収するカードは他に新たなメルキがあり、こちらはフェルドンの杖よりも先に制限カードとなっています。しかしフェルドンの杖は1マナと軽いものの、アドバンテージを失うため、あまり強力とは言えなさそうなこのカード、制限カード入りしたのはなぜなんでしょうか。これは他の制限カードをフェルドンの杖で何度も回収して複数回使えてしまうことを問題視したようです。アンセストルリコールやタイムウォーク、ブラックロータスを使った後、フェルドンの杖でデッキに戻して2度も3度も使えては、さすがにこのカード自身で一時的にアドバンテージは失うものの、強力な動きをしてしまうのは変わりありません。さらに悪魔の共有者の存在からデッキに戻した強力なカードをサーチすることも可能だったので、そんなビビタル損はすぐに補填できます。
これにより制限カードを何度も使い回すことができてしまったため、このカード自身も制限カードに指定されてしまいました。同様の理由で階層も後に制限カードとなっています。続いてはレジェンドの伝説のカード全て。今ではすっかり馴染み深い伝説のカードですが、このレジェンドで初めて登場しました。場には1枚しか存在できないというルールは今とほぼ同じですが、なんとデッキ構築の際にも1枚しか入れてはいけないという厳しい制限が課されていたんです。しかしレジェンドで登場した伝説のクリーチャーは全てが強かったわけではなく、普通のバニラクリーチャーがただ伝説になっただけというカードも多く存在していました。ザ・タバナクル＆ペンドレルベールが制限カードだったらなんとなく理解できますが、アイシャ・田中が制限カードと言われたらさすがに納得いきません。伝説であるというフレーバーを純粋にルールへ落とし込みたかったのだと思いますが、パックから2枚目が出たら無意味になってしまいます。これにはさすがにユーザーから嵐のようなブーイングが。そのためアイスエイジが出た際にこれらの伝説のカードは制限カードから解除されることになったようです。というわけで黎明期の謎制限カード5選でした。まだねルールが整備されていない時代の話だったので、開発者とかねジャッジの苦労がねなんか垣間見える感じがしますね。今ではゲーム中に関するルールやトーナメントのルールなどがしっかりね明文化されているので安心してプレイすることができます。まあでもね、昔も皆さんね、まあ、自分なりの解釈でカードをね効果をね読んでいて、とんでもないね使い方をしたっていう人もねいるんじゃないでしょうか。まあ、今回ねこの制限カードを調べていて僕もね初めて分かったことがあってねかなり新鮮でしたね。まあ、皆さんもね面白かったと思ってくれたらねぜひねチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけでトロピーお疲れでした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。